どうもゲームプレイヤーヒデです。今日はですねモンストの鉄線攻守、鉄線攻守ってなんだっていう話なんだけど、まあそれをねやっていきたいと思っていますけれども、まあ最初の方なんてね、まあはっきり言って見ても面白くないから、まあボス戦から見ていこうと思っています。いいですか？ OK? じゃあやっていきましょう。はい、というわけでボス戦でございますということですね。まあ敵は正直水属性ばっかりなんで木属性だけでいいと思います。ただね悲しいことにですね、貫通を持っていかないとですねかなり厄介なことになると思われます。というのもね、左下のやつ見てもらえればわかるんですけど、こいつね貫通じゃなきゃね倒すのめんどくさいやつなんですよ。でしかもねこれダメージボール出てくるし、あとはなんだちょっとね今ねフレンドのやつがよく分かんなかったから出しちゃったけど、ね結構ね本当にややこしくて、でマインスイーパーもね持っていた方がいいと思うんだよね、地雷出てくるから。だからなんだダメージウォール持っててマインスイーパーのキャラクシナザだね、クシナザ4体連れていけばまあ最高級だ。ただまあ貫通大変だけどねだからクシナザ3体プラス貫通1体でいいんじゃない超大雑把な、あれだよね。で、まあ重力バリあるけど、まあそこまで気にしなくてもいいんじゃないかなって正直思うんだよね。別にそんな強いわけじゃないしね、こいつら。超絶クエストじゃないからそんなに強いわけがないじゃん。そんなに強かったらもう超絶クエストにしろって話だし、超絶クエストの意味なんだよって話だしね。今言えてた？わかんないけど。とりあえずね、もうこのパーティーさ、見たところさ、何目的としてんのって感じじゃない？だってさ、2番目のハンターキングは重力バリアだけどさ、アンチダメージウォール持ってないしさ、今ものすごい言い直してたけどね、アンチ重力バリア持ってるけど、アンチダメージウォール持ってないじゃん。ほんで、クシナダとスサノオは、ダメージウォール持ってるけど重力バリアないじゃん。で、クシナダはマインスイーパー持ってるけど、スサノオは持ってないじゃん。ほんで、正直、フレンドのやつはよくわからんで入れてるし、俺は。本当にこれ分かんなかったんだよ。マジで分かんなくて、とりあえず貴族生だからいいやみたいな、よく分かんないけどいいやみたいな感じで入れてるからね俺そんな適当パーティーでもねクリアできちゃうから、そうクリアできちゃうから、クリアできちゃうんですよ。まあそんな感じで今聞こえてたかどうか分かんないけど、クリアできちゃうんだからってクリアできちゃうんですよ。今ちょっとまたねちょっと言いにくく感じだけどね、今も噛んだし。でまあこれは気にしないで。で、結局、まあボス戦なんてね、あっという間に終わるから。で、また分からなくてね、またミスしちゃったけど。で、まあね、もう最終局面行ったらね、はっきり言って、もう、ストライクショット連発、バン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 、バーンって言ったらね、終わりだから。ね。それでクリアできなかったらね、もうしょうがないんだよ。ちゃんと、適正のやつ連れていこうっていうだけで。別に失敗でもなんでもないと思うしね。で、あとはもう、これは最後あれかな。終わったね。踊りくるんじゃねえっていうことで踊りまくってですね、終わったわけですね。じゃないか、じゃないか、じゃないかって言って、終わっていったわけですよ。ね。それで、ステージクリアですね。あ、富士急じゃないよ。ここ要注意だからね。これは江戸時代のじゃないか運動みたいなやつあったでしょ？それ思い出したよ。ね。それか、多分平成狸合戦ポンポコでやってるから、それも要チェックやで。飛行位置じゃないよ。ね。まあ、こんな感じですよ。まあ正直、まあ貴族性多めの適当化でもね、実際クリアできるんで。まあそれか、最初にね、挑戦するクエストでよくわかんないクエストとかあるじゃないですか。攻略基準までできてないみたいな。そういう時は、もうとりあえずダメージウォール積んどきましょう。ダメージウォール積んで、そうだ、マインスイーパー積んでおくといいよ。そうすると、そのダメージ受けるアビリティを、なんとかそれで防げるから。ね。というわけで、最後まで見てくれてありがとう。どうだったかな？簡単に終わっちゃったけどね。でもまあこんなもんだから気にしないで。クエストだってそんなあっという間に終わっていいでしょ。だってその分回れるじゃないの。ね。というわけで、彦一じゃないよ。ゲームプレイヤーヒデでございました。バイバーイ。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。まだチャンネル登録してない人はぜひね、チャンネル登録お願いしますよ。このボタンね。スマホの人はぜひね、メール通知で受け取るように設定もお願いいたします。そしてパソコンの方は歯車マークからメールの通知をオンにしてください。ぜひお願いいたします。じゃあ、また別の動画で会いましょう。